皆さんこんにちは、クルマいじりバカです。今日は久々にコペンをいじろうと思います。来週イベントがあってちょっと遠出をするので、どうしても気になるところをちょっと一個やっておきたいと思います。で、何が気になってるかというとですね、ボンネット開けます。はい、まあエンジンルームは相変わらず汚いんですけど、これちょっと綺麗にしようかなと思ってるんですが、もうね、これですわ。これパワーステフルード、これがねめちゃくちゃ汚くて真っ黒でしょ。多分1回も変えてないと思うんですよね。8万9000キロ弱なんですけど、9万キロ弱なんですけど、多分ね1回も変えたことないレベルの黒さなんで、ちょっとこれかっこ悪いんで変えようと思います。で、対してブレーキフルードはちゃんと最低車検の時に車屋さんに変えてもらってるんで、こっちはね本当透明綺麗です。こいつを交換していきたいと思います。で、用意したのはパワーステフルード、あとペットボトル、そしてまあそんなにたくさん交換しないけど、まあ捨てる時に便利なんでオイル処理ボックス。はいはい、ここから音声がうまく取れていませんでした。先ほどのものに加えてオイルを注入するための上後と、それから作業でステアリングを左右に切るので、ジャッキで少し上げてやるとやりやすいということで、ジャッキを用意しましたと言っております。今梅雨なんで、もう油断してるとすぐ雨降るからもうさっさとやって来週に備えたいと思います。頑張ります。もうがっつり上げなくていいんでね、前輪が浮くぐらいで。はい、次にやったのはこのパワーステオイルのリザーバータンクの横っちょから出ているホースを抜く作業です。このパワーステオイルはこのタンクの下からポンプがオイルを吸い取り、使い終わったオイルがまたこのホースを上ってきてこのタンクに返ってくるという仕組みのようです。なので今回はこのホースを外して、このホースから出てくる古いオイルをペットボトルで受け止めつつ、上から新しいオイルを足していくという作業を繰り返して、最終的にパワーステオイルをほぼ新しいものに入れ替えていくという作業になります。今回の作業で注意しないといけないポイントとしては、これはブレーキフルードとかも同じなんですけれども、決してタンクの中のオイルを空にしてしまわないことです。このタンクのオイルを空にしてしまうとエアーを吸い込んでしまって、オイルラインにエアーが噛んでしまって正しく油圧が働かない恐れがあるということです。ということでペットボトルをセットし、タンクのキャップを外して準備をしました。ここでですね、私明暗を思いついたわけです。まあ明暗といっても大した案じゃないんですけれども、まあその案というのが、このタンクを空にしてしまうリスクを少なくするために、最初からオイルをタンク満タンにしときゃいいじゃんというものです。そうすればオイルが多めに入った状態を作ることができて、減っても慌てることもないと思ったので、早速いそいそとタンクにオイルを追加注入していきました。ただもうこの映像をご覧いただいている賢い皆さんならお分かりと思うんですけれども、私このホースを抜いた場所に口が開いているということをこの時点ですっかり忘れておりまして、オイルは追加するや否やこの口から溢れ出ていっております。まあそれに全く気づかずですね、本人は明暗を思いついたという満足感に浸っておりまして、どんどんオイルを入れていっております。そしてご覧の通り、タンクの横からオイルがどんどん溢れていっております。ほんとバカですよね。皆さん笑ってやってください。この後必死のパッチでこぼれたオイルを掃除しました。まあ、幸いオルタネーターにはオイルはかかっておりませんでしたので、大事には至りませんでした。はい、もといということでやり直していきます。何しとんねん、もう雨降るわ。はい、これ結構抜きにくいですね。はい、こいつをですねここへ入れます。あんまりたくさん入らないね。まあちょっと注意しながらやっていきます。
で、まずはエンジンかけます。おーおーおーおお、うわ、もう出てきたね、こんなに。やばい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 。はい、これはやばいな、こんな出ると思ってへんかった。あ、やばい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 。おお、やばいやばい、足しとこ足しとこ。いや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 、あぶれんようにね。ああ、よかった、ギリギリそこはついてないと思います。よし、これぐらいのとこ。いやいや、なんかあれやな、結構難しいな、簡単に思ってたけどじゃあちょっとこのオイルはこんなに出ました。はい、もうこう入れておきます。オイル処理ボックスに捨てます。いや、びっくりした、エンジンかけただけであんな出るとはね、うん、ギリギリ。よし、ちなみにここの線はやっぱしといた方がいいですね。ドライバー入れとくか。ちょっともう一回エンジンかけてみます。めっちゃ出るからな、これ。そんな出るの？すごいな。抜いてみよう。これこんな泡出てんかな。すげえ心配になってきた。はい、なんてのんきなことを言うておりますが、これ間違いなくもうエア吸い込んでますね。あのオイルの中に泡が混じってる時点でもう多分アウトだと思います。全然ハンドル動かしてないけど、それでもこんなんなんかな。なんかだいぶオイルは入れ替わったと思うんですけど、ちょっとすぐエンジン止めよう、もう一回かけてみよう。よっしゃ、これで戻してみて、なんかエア感だ気がするな。もう何してんねん。うまい。あー、どうも臭。このキャップどこやったの。このキャップどうやり回りましたんですか。ないわ。落としたか。はい、ありました。コールドでマックスに、もうちょっと入れとくか。はい、これで一回エンジンかけてみます。どうなるでしょうか。だいぶ減った。よし。
それでもう一回エンジンかけてみます。はい、結局ですね、知らない間にエア抜きの作業をずっとやっていたということのようです。まあ結局つないでみた後エンジンをかけて、でハンドルを左右に切ったりして、減った分だけまた足していくという作業でエア抜きができるようでした。まあということで、これを結局5回やりまして、5回目には何回エンジンかけてもハンドルを切ってもオイルが減らなくなったので、エア抜きができたんじゃないかということで作業を終わりにしました。うん、ね、これでコールドのマックス。だいぶ減らなくなった。はい、ということでやらかしまくりましたが、まあでも最初の時の真っ黒いオイルに比べるとめちゃくちゃ綺麗になりました。もうこれで満足です。はい、もうちょっと念のためエンジンかけてハンドル切ってエア抜きをしておきたいと思います。はい、なんだかやらかしまくりのパワーステオイル交換でしたが、ここで今回の経験を踏まえまして、後でこの動画を自分が見ても正しいやり方が思い出せるように反省の記録を残しておきたいと思います。まとめます。まずホースを抜いたらすぐにこの口のところに栓をすべきでした。栓は短いドライバーでもゴムの栓みたいなものでもテープでも良いかと思います。次に栓をしたら念のためタンクの口まで目いっぱい新しいオイルを足しておくのが良かったです。予想以上にオイルが勢いよく排出されるのですぐなくなってしまいます。タンクに入れておくオイルは多ければ多いほど安心だと思いました。そして最後にペットボトルをセットしたらエンジンをかけるんですけれども、エンジンを始動したら今回の私のようにいつまでもエンジンを回すんじゃなく、かかったら2秒ぐらいですぐにエンジンを切ってペットボトルにオイルが排出されたら捨て、その減った分新しいオイルを継ぎ足していくという作業をこまめに繰り返すのが正しいやり方だと思います。もしオイルの排出が進まない場合はエンジンをかけてステアリングを左右に切るとオイルが出てくると思います。もう何個か割れたよこれ顔殺した後ですがあーもう足ボコボコやということで、さっさと撤退したいと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。やらかしまくりましたが楽しく車いじりができました。それではまた。